まあ、皆さんこんにちは、はねまりチャンネルのはねでーす。はい、ということでですね、今中国におります。中国の上海ですね、はい。まあ、ここは上海のショッピングモールですね、はい。で、まあ、この旅行終わる時には私たち新学期始まっちゃうんですよ。夏休み終わって、で、考えたんですよ、うん、普通にね。海外の文房具見たことないじゃん。だから、まあ、新学期のものを、まあ、海外で買っちゃおう的な。なので今、はい、買おうと思います。的な。ちょうど文房具屋さんが目の前にあります。じゃあここからチャレンジやっていこうと思います。1人100元日本円で2000円ですね。買います。2000円、少ない。でも100だから大丈夫、買おう。よし。これね、よく見るんだけどさ、ね、カピバラの日記だって。まあこれ日記？カピバラ日記？日記だって。何これ？これなんか毛を抜いてやるやつで。おお、また来た、ウルトラマン。え、毎日毛抜くの？うん、毛抜いて1本ずつ。そう結果こう地道だね。なります。カピバラ、え、これスパイファミリー。あ、なんなんだよ、あんた買わせようとして。カピバラ日記買っちゃう。え、ハネもなんか日記欲しいんだよ。ハピバニアパプティ、ハピバニアパプティ。マリーが好きなやつじゃない？何これ？ハネも日記書きます。そうそうか、最近ね、日記書きたいんだよね、なんか。かわいい。値段見てね。これで15。ん？これで15らしい。値段わかる？とりあえず、ここが、この15だから小数点、ちっちゃい点の前が100になるまで変えていいんです。あ、ローラー消しゴムやん。あ、ローラー消しゴムやん。これ普通にちょっと不便だから。うん、わかる。買わない。ちょっと不便なんです。不便なんですよね。まあ、シール手帳見て可愛くない？女の子。これシール手帳、マリちゃんがやってるやつ、ね。ちょっと来てはいけないかな。ごめんね。あ、マリ、ローだ。これ作れるやつじゃん、見て。あれ、手紙止めるやつ、マリ。テクソ。くそ。うえ。くそ。カピバラのメモ帳だって。くそ。うえ。中国もカピバラ流行ってんの？そうなんですよ。え、本当？初耳。待って、さっきおしまいも、ね、作りたいんだけど。が。作りたい。いいよ。今。これも DIY じゃん。見て。え、待って、これ文房具買いに来たんだよね。使うやつ。値段書いてない、まあ、いい。値段書いてないんで無料ってところで。え、マリなんか見て、ここ背景素材だって。造形素材。ねえ。文房具だよ。これ多分自分で切れるやつかな。うん。すごいじゃん、マリ。見て。見て。ね、私に宣伝しないでいいの。宣伝しないで。あ、マリ、カピバラの見て。え、これでもう2000？ 20。20。ねえ、もうカピバラなもの見せない。あんまり。何これ、メモ帳みたいな本だって。ねえ、かわいいと思う？かわいいじゃん。ブチャイク、ブサイクなんですよ。え、待って、握ってみ。うわ、え、待って、ここ私ずっとね、 TikTok で全部見てるの。あるよね、よくこういうの。ごめん、2000円じゃ足りないと思う。あ、肉球見て。なんかこれなんか TikTok でよく作ってる人見るんですよ。あまりカピバラもらうよ、これ。よし、買おう。待って、買う、ちょっとあの、え、パパ持ってて、買うから。 No。 あ、かわいい。マリさん見て、マリさんどうです。え、待って、かマリ、ここ、よくね、めっちゃ好きやんけ。お、マリ見て、ちっこいマスコットだって。え、待って、日本語やん。パスタマスコット。値段書いてないよ。値段ミスじゃん。だから無料。あ、いいね。無料なの。貼られてない。足いいね。マリ、カピバラトランプあるよ。もういいよ、もういいってもう。何これ、なんて書いてある。え、大吉とかでしょ。すいません、鉄板焼き言うけど、ガチャガチャの方が可愛いです、カピバラ。見て、なんて見て、もちもち。マリちゃんね、100？これ59元。この2つは15、15、30。80だ、今。もう90だね。10元しか使えない。
まあね、まだ15しか使ってないよ。ごめんなさい、今これ文房具。マリ好きなもの多すぎるんだってば、ここ。はねちゃん、はねちゃん、はい、いらない。日本でも買える。え、なんでここ回るの。え、なんかここめっちゃ回るんですよ。ストレス発散だって。ちょっと授業中。ちょっとごめんなさいね、私ちょっと欲張りすぎるかな。無意識で考えてるときに、何本だろう。10だよね。聞いてきて。0円だから。0円かな ?0 円かな ?0 円かな ?0 円かな。くそ。You speak English. じゃあ、スタッフさんに。いいよ、ウェイ。スタッフさんに聞いてみよう。うん、ユーゴ、ユーゴ。ユーゴ。ひまわりだ。え、これ何？シルク調セットとかやないで。どう遊ぶのこれ？え、キキちゃんの星々立体ホーム。これこんな感じ。立体はやめる。それがわかんない。あ、そう。これどういうこと？造形装飾？あの、聞かなくていいから、ここ値段貼られてるよ。9.9。ちょうど、ラッキー。今ハネ15しか買ってないよ。え、もういい。あんたカピバラ、ん？あんたカピバラ買ってない？ハネ、あの、一番100に近い人の勝ちだよ。ねえ、何それ、隠し企画？あなた初めて聞いたんだけど。勝ちだよ、今これすごいよ。ストレス発散しないかい？いらないですね。あの、これとは別の金額で。パパのストレスは全部、あなたからのストレス。だからこれでストレス発散する。抜いて。あ、いや、あなた来なかったら、ストレスないから。いやいや、これはこれね、これ。あ、いらない。これで、あの、自分の白髪抜く連休でもして。あ、いらない。連休でも。自分の白髪抜いた方がいい。自分の白髪抜く、あの、練習して。持って。可愛いと思うけど、いらないタイプの人間なんだよ。追加制限しない？そうか。なんか汁があるような、あれ、汁があるような。閉店の時間です。え、知ってん？麻雀消しゴムちゃんと再現されてみて。これ学校で使うことはないんだけどね。東西南北どこが好き？東南しかないやん。これ。フーディは？スライミー。作れるらしい。一個買おう。え？スライム買いたい。ミックス。泣くよ。持ってる。泣くよ。70でしょ。うん。終わり。で15。15？ あと15？マリの分。あ、はい、15ピッタ。100ピッタです。はい、解決してみましょう。100ピッタです。多分、あ、ピッタではないけど。初音ミク。ない。15とか 15？ 下のやつは39とか29。 15？ で、ここら辺は15。ん？わかんない。ごめんね、見るね。シェシェ。98.90。 ギリギリ攻めました。98.90 です、マリ。同じ？マリ、お釣り何？はい、同じです。同じコイン。はい、はい、同じです。あれ買うもの全然違うのに、あれ同じになっちゃった。ママが一番ね、時間ないとか言ってるのに、あ、撮ってるわ、めっちゃ。あれというか、このレオだっけ。あのブルーロックっていうサッカーのアニメ。ブルーロック推しの人は好きなやつ。こういうブルーロックっていうアニメね。イケメン。はい、ということで買い終わりました。じゃーん。同じ引き分けだったね。わぁ、運命だね。はい、まあ、中国の文房具どうですか？アイラブカピバラなんで、最高に可愛いし、最高に最高です。なんか中国、なんかカピバラブーム。え。まあ、中国カピバラ多いですね。なんかね。最高。なんか日本のものが結構ありましたね。なんか、アニメ？やっぱりアニメキャラクターとかがありましたね。
まあ、可愛かったです。はい、ごめんなさいね皆さん、この企画は失敗ですよ。なんで？新学期の文房具準備じゃん。あなたたち何を買ったの？スライムだね。おもちゃだね。新学期の準備なのこれ？これ新学期学校に持っていくか。これ持っていくの？じゃあ持っていけるこれ学校、うん、皆さんの学校これ持っていけるんですかこれ？無理でしょ。無理でしょ。もうさ、企画失敗なんですよ。先生見てます。